さあ皆さん始まりました。今日ですね、2回目の配信ですね。日付1月と27日、今が15時30分です。で、今日日経平均大暴落。840円下げたと。で、マザーズも暴落ですね。ものすごい下がってる。で、今日ですね、主力銘柄、ソフトバンクグループ、9% 近い急落。FOMC 通過して、パウエルさんの発言が予想以上に高波的。アメリカの長期金利上昇。全部が、まあ、ダメダメな状態になってます。今の現状ですね。なので、今のですね、マーケットの動きがどういった状態になっているのか、いつも通りですね、テクニカル分析をしていきたいと思うので、最後までね、皆さん見ておいてもらえると嬉しいです。まあ、最後にね、最終的な結論をまたね、皆さんにお伝えしますんで。はい。で、僕のプロフィールに関してはですね、まあ、ツイッターの方に載っているので、見ておってください。まあ、2013年から7年間、証券会社に勤めていました。まあ、最終本店勤務でね、最終、社長賞連続で取ったりとか、準 MVP 獲得したりとか、まあ、ちゃんとね、実務経験を積んだものが実践のうちでですね、配信してるというところを踏まえた上で、これからの配信聞いてください。というわけで、まずはですね、いつも通りマーケットの全体像からの確認。で、米国間マーケットはね、昨晩高安まちまちだったんですよ。まあ、大きく上げたところから、急落してるんですよね。で、S&P500、ニューヨークダウに関しては下落で、ナスダックは小幅高。で、ビックス指数は 31.96 まで上昇という形。ただし、現状、米国株先物は下げてます。ナスダックに関しては 1.6% 下がってるし、ニューヨークダウ先物は400ドル近く下がってるんですね。なので、今晩ちょっとまたね、厳しい状況になるかもわかんない。で、日経平均、その流れを受けて840円安、26,170 円。2万7000円突っ込んでって、26,500円も突っ込んで、2万6000円ね、試すような動き方になってきました。で、中国マーケットも上海は、ね、1% 以上下げていて、ハンセンは 2.67% 下落。で、欧州の株式マーケットは、これは度外視してください。米国株が下げてく前にクローズして上げてるだけなんで、なので全部が、ほぼほぼ真っ赤っかという感じですね。日本株マーケット、特に日経平均は 3% 以上下げてる。で、トピックスに関しても、やっぱし、僕の予想通り、視覚的なアルゴが働いてましたね。今日のね、昼ライブで皆さんにお伝えしたんですけど、5番ですね。もう一度安してくる可能性があるというところ。予想通り当たった、ここも。まあ、詳しくはですね、昼ライブ、前のね、配信を見とってほしいんですけど、で、その状況を受けて、まあ、現状ね、どうなってるのか分析していくんですけど、とりあえずね、今回の急落の原因ですね、そこに関して一旦話しておきたいと思います。パウエルさん、まあ、引き締め鮮明という形でね、まあ、3月に利上げする可能性を示唆してきました。かつ、バランスシートの圧縮のペースに関してもね、はい、機動的にね、やっていくという形で、まあ、近い会合で話し合ってから検討するっていう形でね、言ってきてるんですよ。言ってきている。で、バランスシート圧縮のための、まあ、ペータパーもね、ちょっとガイドラインみたいな感じですも出してきているので、マーケットは予想以上にパウエル氏が高波的なところに、ちょっとね、混乱してしまっているような形かなっていうふうに思います。インフレ圧力と株安、両方来てます。今回パウエルさんはインフレの方を選びました。はい。それが今回の急落のトリガーですね。なので、そこも踏まえた上で、日本株マーケットの最終着地の分析ですね、していくんですけども、まず見ていくのが日経平均の日足ですね。日足チャート。で、ここはまだ、やっぱし、難しい局面かなと思いますね。MACD もね、鋭角に切り下がってるし、ストキャスティックスは売られすぎ。で、RSI も、ここの下のラインですね、売られすぎのラインをちょっと割ってきてるんですけど、もうちょっと下がってくる可能性をまだ考えられはする。で、日足のポジション。ボリンジャーバンドの、マイナス3シグマかな。そこ近くまで下がったので、もしかするとマイナス2シグマですね。ここの青のラインまでの軌道修正が明日少し入ってくるかもわからない。まあ大きく下げたんでね。わかんないんですけど、まだこれバンドオーク中なので、で、バンドオークっていうのは日足がボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、この下の青のラインに沿って下がる強烈な下落トレンドのことを言います。このトレンドが出てる段階では、安易に手を触れてはダメなんですね。日柄調整が入っていく、もしくは日足が下の青のラインから離れていくような動き方、やっぱそういったものが確認されないうちは、落ちたナイフを拾っていくっていう形になるので、ちょっとね、あれだよね。でもあれですよね、僕が投げたところが1月の6日のここの寄りだったので、ここから見ると、もう相当下がってますよね。1割下がってる指数がものすごいですよね。まあ、ツイッターでね、やっぱし言っててよかったなと思います。で、今回のこともね、ちゃんと FOMC 前、僕は、デートでしかやってませんっていうのを言ってたんで、明確に。ライブ配信でも言ってるし、ツイッターの方でも皆さんにはお伝えしています。
やっぱし 50-50 だったんですよ。FOMC は 50-50 確率が。で、利上げっていうところが絡んできてるんで、やっぱし。そういった 50-50 の可能性にかけてね、勝負するの、まあ一ついいのかもわかんないんですけど、ワンチャン来ますからね。でもやっぱし、確率論的なところで言うと、もっとね、角度が高い時に安心して投資をするっていうのが僕は一番いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。一番いいんじゃないかなって。それが僕のコンセプトですね。リスク回避の時は徹底的にリスク回避します。で、僕は今ノーポジです。で、しばらくまたデートでね、落ち着くまではしていこうかなと思うので、安易な投資は皆さんもね、できるだけ下げるようにしておいてください。で、一つの節目のラインもここなんですよね。で、今回、PR13 倍の抵抗ラインを終値ベースで割ってきてます。で、ここの 161.8% 戻しですね、フィボナッチの。ここのラインと5日移動平均線をおそらくデッドクロス組んでくるので、そうなってくると、下値のメドは 25,540円ぐらいですね。なので、あと、もしかすると、わかんないよ。判定してくるかわかんないけど、米国間の状況次第ではですね。もしかすると、700円相当、またね、一旦、下押し圧力入ってくるかもしれないので、慎重に行きましょう。デイトレしか僕はしないです。はい。で、今回ですね、日経平均の上下に寄与した銘柄がね、ちなみにどこなのかっていうと、上昇強度1位、ファナック。ここが 1% 上がって、8円だけ上げてます。その下に KDDI、丸紅、静岡銀行に福岡フィナンシャルグループ。ここあたりが入ってくるっていうのが、もうちょっと異例ですよね。もう入んないもん、普通、こんなところ。上昇強度トップに。で、下落強度トップはどこなのかっていうと、これが強烈。ソフトバンク、グループ、9% 大暴落。98円相当日経平均押し下げた。で、東京エレクトロンも大きく下がってるし、ファーストリテイリング、アドバンテスト、リクルート、ここあたりも全部ね、全滅ですよね。もう下落幅が半端ない、本当に。リクルート 7%、アドバンテストも 7% ぐらい、東京エレクトロン 5%、まあ、ファーストリは 2.63% で、まあそこまではないけれども、でも日経平均への寄与度が非常に大きいので、63円相当の押し下げようになってしまってるんですよね。ちょっとね、あれだよね。かつ、海外投資家売ってきてます、今。今日発表されたばかりの最新データです。投資主体別売買動向。現金部分ですね。2022年1月の21日の週に、海外勢は3000億円相当売ってます。3000億円超、日本株を現金で。反対に買い向かっているのは個人。3194億円の買い。現金部分。2292億相当。信用。900億円ぐらいですね。個人の現金部分に関しては、だいたいずっと売りが続いてたんで、貯金買い向かってるような形なんだよね。で、個人の買いも重要ではあるんですけど、やっぱし一番注目しなければいけないのはここ。外資。1月の14日の週から1月21日売ってる。ここだよね。で、これがなんでなのかっていうところも合わせて、もちろんね、株が急落してるマーケットが不確定だっていうところもあるんですけど、ここで見ないといけないのは、ドルベースの日経平均ですね。これが日経平均割ることのドル円で表されるチャートです。要は為替の変動リスクを加味した外国人投資家が見ている日経平均はこれです。為替の変動リスクもありますからね。アメリカ人が日本株に投資するときはドルを円に直さないといけないんで、そこの変動リスクもあるじゃないですか。だったらその変動リスクも加味した日経平均を見ないと外資の動きっていうのはわからないんですよ。はい。チャートの形はね、全然違いますからね。で、1月の21日の週っていうのはここあたりなんですよ。21とか。で、1月の14日、ここですね。ここからの1月の14日以降の21日までの売り圧力が、まあ、3000億円相当あったってことなんだけど、なんでなのか。前から皆さんにお伝えしている通りですね。チャートを見てみてください。下値の抵抗ラインを割るような段階で外資は投げてる。やっぱし、ここのチャートを見て投げてるんですよ。3000億円相当。ということは、ここがボトムを打つような動き方をしてこないと、外資は買ってこないってことですよね。逆、順張りなんでね、外資は。日本人みたいな、まだ国内投資家みたいな逆張り思考ではないので、ここの動き方を正確に見ておく必要があるんだけど、ここまだバンドオークなんですね。で、ここもちょっとマイナス3シグマとか、まあ、そこぐらいまでね、下げてるんで、行き過ぎてるところあるから、一旦軌道修正入ってくるかもわかんないけど、まだこれも落ちてるナイフなので、急落は3日待てですよね。今日また急落したんで、
ま、しばらくね、ちょっと様子を見なければいけないのかなって気がします。見なければいけないのかなってします。全然違うでしょ、このチャートのパターン。日経平均と見ても。初めて見る人はね、あ、そういうことなんだって思うかもわかんないけど、ここですよね。1月の21日の週って、まあ、ここあたりなんですけど、ここのラインをね、もちろん割ってるっていうところも重要です。はい、割ってるっていうところも。だけども、やっぱし、さっき言ったドルベースの日経平均はより重要かなっていうふうに、これからの相場は思うかなって思いますね。はい。そんな感じです。で、主力どころの動きですね。そこを見ていきましょう。まあもう言うことはですね、決まってるんだけどね。ソフトバンクグループ、急落。下落方向に、バンドーク形成中。もうこれ決算まで上がりません。で、決算もあんまりいいことないとは思うんですよね。マーケット全体落ちてるし、アームの売却っていうところ。NVIDIA にね。そこも規制当局が噛んできて、もうそれも頓挫しちゃって、アーム IPO するっていうところじゃないですか。で、マーケットが悪い中で IPO してしまっても、やっぱし、悪いですよね。悪いです。やっぱし、いい時に IPO っていうのはしないと、買いの手は入ってこないので、やっぱそこあたり見ても、上場のタイミングっていうのは、もしするんだったら、結構考えていかないといけないんですよ。そう思うんですよ。まあ、ちょっとここもね、まだ下げ止まりの兆候は出てない。出てないでしょ？バンドオフだから。で、リクルート。ここも下落方向にバンドオフ中。RSI 売られすぎだけれども、まだ日柄調整入っていない。入っていない。東京エレクトロン4.8%急落。ここも下落方向にバンドオフ中。まだ日柄調整も何も入っていない。入っていない。アドバンテスト。バンドオフ。もうこれ決算プレイですね。決算。はい。決算じゃないと、決算見てから上がるかどうか。まあ、業績相場なんで、買いの手が入ってくるか、そこ次第です。きついですね、ここあたりもね。で、トピックスの動き。これがね、やっぱし今日の肝だった。次見ていくのトピックスなんですけど、やっぱし予想通りコントロールされてた、これは。前場の引けの終値、1.98%下落です。1.98%下落。で、最終2.61%下がってるんですよ。0.6% ですね、下げ幅拡大してるんですね。期間がコントロールしてる、間違いなく。なんでかっていうと、トピックスが前場に2%以上下げると、日銀の買いの手が入ってくる。これが今の日銀のスタンスになってるんですよ。マーケットのコンセンサスになってるんですね。なので、あえて1.98%、ギリギリ2%割らないぐらいのところで、トピックスをコントロール。その後に、さらに売り仕掛ける。なんでかっていうと、日銀が5まで買いの手入ってきてしまうと、売り崩そうとしてる主体、アルゴとか AI とかね、邪魔じゃないですか、日銀が買ってくると。売り崩そうとしてるのに、700億円相当毎回買ってるんだけど、日銀はですね、ETF で。それが入ってきてもらうと困るんですよ。で、この傾向は最近よく見る。前場2%割らないぐらいまでコントロールされた後に、その後にもう一段押してくるっていう流れ。それが今回も入ってきた。だって前場日経平均2.5%ぐらい相当下がってたんですよ。なのにトピックスだけ明らかにコントロールされてるような動きが出てるので、なので、ここも、今日ですね、5番急落してくる可能性、もう一段ね、下げてくる可能性があるっていうふうに、ヒルライブで僕話したんですけど、言った通りになりましたよね。コントロールされてる。で、ここのトピックスのチャート見ると、25日移動平均線、黄色のラインと、200日移動平均線、このピンクのラインが、デッドクロス形成間近なんですよ。まだしてないんですよ。ということは、ここがデッドクロスしてきた時に、もう一段安してくるかどうかっていうのも確認しなければいけない。しなければいけない。で、さらにフィボナッチのラインもね、ちょっともう引いてるね。見ていくんだけど、161.8%押しのラインを下回ってきました。ということは、もしここで止まらないようなことがあるなら、もっと下がり続けるようなら、次目指してくるのは100、1776ポイントかな。ここあたりももしかすると視野に入ってくるかもわかんないんで、しっかりとリスク管理、安易に手を出すっていうのはやめて、しっかりとトレンドがですね、出てからでいいと思います。今のマーケット、V 字回復するような材料はないと思います。はっきり言って。岸田さんの件もそうでしょ？あそこもやっぱし何かしらまたね、ポロって転ばれてくるかもしれない。3月、利上げイベントですよ。で、日本株。
9月高値なので去年。9月高値なので、日経平均ですね。2021年9月14日高値なので、半年期日は来月末から3月の半ばまで入ってきます。2月末から、3月14日が9月14日からの半年なんですね。ここあたりは信用の期日です。売り圧力が入りやすい。なぜかというと、売らないといけないから。高値で買った人は、もう期日、必ず売らなければいけないんですよ。制度信用取引で買ってる人は。6ヶ月後には必ず買ったものは売って、売ったものは買い戻さないといけないから。そういった需給が出てくる。信用の改ざん。これも多い。3兆4173億。最新のデータ出てるんですけど、まだ3兆4000億円相当個人買ったまんまなんですよ。需給が悪い。需給悪い。一旦目先戻ったとしてもまた下がってくるリスクはここで十分考えられる。リスク管理はやっぱし重要に、重要です。で、もし切り返してくるとするならば、明確に、やっぱしここを過ぎてから、3月14日とかそこあたりぐらいにボトムを一旦打って切り返してくるんだったら、需給の改善、そこ見てから上がってくるとは思うんですよ。そこまで慎重に慎重にトレードしていきましょう。僕の視聴者さんだったら、毎回聞いてもらってる方だったら、僕が言わんとしてることはですね、ライブとかでも言ってるんで、わかると思うんですね。慎重に。もう、頭と尻尾はくれてやれ。これに限りますよ。ど高値、ど安値、もう捨てていいじゃないですか。安値拾う必要ないですよ、今の相場。金利の上昇ペースとかもやっぱしいろいろあるし、ウクライナ情勢とかもあるわけでしょ。そんなに焦って投資しても、いいことはないので、今回なかったので、今回もですね。慎重にトレンドラインを見つつ、安心して買える相場を見て、ちゃんとね、バンドオーク終了のサインが出始めるかなっていうところを見て投資してあげるのが僕は一番今のマーケットにとってはいいのかなっていうふうに思います。僕はそれしてますからね。デートでしかやってないんで。はい。で、あとは、マザーズ。これがやばい。指数が 6.61% 急落ですよ。指数が 6.61% 急落。しかも、ボリンジャーバンドの下の青のラインへの修正が入っただけで、これバンドオークっぽく、ぽいんですよね、まだね。RSI 機能不全。もうずーっと売られすぎの水準ですよ、これは。トキアも機能不全。MACD はまだ切り下がっている。もうトレンドラインが出るまでしばらく様子見てください、ここも。ここの期日も3月半ばぐらいです。2月末から3月にかけて、信用の売り返済が出やすいです。安いです。信用の需給の悪い銘柄は徹底的に回避してください。徹底的に回避してください。需給のいい銘柄に今のマーケットはもしやるんだったら狙うんだったら投資すべきかなと思います。はい。で、ここもちょっと見ていくんですけど、ここのライン見ててください。672ポイント。もし下がってきたらね、もう終わってきちゃったんで、重要な抵抗ラインを。790ポイントぐらいに重要なラインあったんですけど、そこ一気に割ってきたんで、ちょっと下が見えてきてしまってます。残念ながらね。他のフィボナッチもちょっと見てみるんですけど、もう一つはここ。713ポイント。ここも注目。ここ割ってきちゃうとさっきのポイントラインですね。ここのラインですね。672ポイントっていうのが見えてきちゃうんで、かぶせましょうか。こんな感じですね。この抵抗ラインの存在だけはしててください。ただまだ、落ちてるナイフは拾わない方がいいかなっていうふうに思います。焦ってね。はい、焦って。で、こう、主力どころのマザーズ銘柄も見るんですけど、見るんだけど、メルカリ 9% 急落。もう決算まで、これも決算プレイです。決算まで上がらない、これもおそらく。決算まで手出せない、ここも。フリー 7.61% 急落。これも決算見に行ってきてますよね。完璧にね。決算プレイですよね。ここもね。弁護士 .com 14% 暴落。
変化、11% 急落。バンドオーク、全部バンドオーク。様子を見ましょう。とりあえず、愛に落ちてるナイフは拾わないでください。業績相場なので、決算を見る。決算を見て、落ちたところは、もし買うとするなら、分散投資です。分散投資。少しずつ少しずつ、安いところを買っていく。一気に全部ガツって買ってしまうと、持っていかれてしまうので、それだけは注意。それだけは注意。あと、需給の悪い銘柄避ける。信用の期日は、2月末から3月半ばぐらいいきます。トータルで見て、まだ手は出せません。僕は手を出していません。様子を見ています。落ち着くまでマーケットが。需給が改善しただと。要は FOMC があるじゃないですか、3月ね。また後半ぐらいに、25とか26ぐらいだと思うんですけど、またね。今回みたいに。そこで利上げ、多分アナウンスされてくるってところ。期日。2月、3月半ばの期日、9月高値の期日があるっていうところ。そこあたりで、もし来るなら、反転は来やすいかなと思ったりはする。一旦利上げしちゃったら、やっぱし、材料出るじゃないですか。出ることになるんで。だけれども、グロース株は弱い。まあ、3月は、配当族ですかね。高配当銘柄は買われやすいっていう試合。そこあたりも含めて戦略をね、練っていかなければいけないのかなと思います。まあ、詳しいことはね、また夜のライブ配信で皆さんにお伝えするので、よかったらね、またね、今晩の配信、23時ぐらいからスタートしようと思います。米国株の状況解説ね。そこに皆さん参加してください。そこで一緒に考えていきましょう。で、僕のその素直な考えてあったりとか、皆さんからの質問に関してもお答えしていくので、またですね。ぜひとも夜のライブ配信にも皆さん参加してもらいたいと思います。なのでまたね、動きがあったらすぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローですね、しておいていただけたらと思います。何かね、細かい変化とかあったら僕 Twitter の方ですぐにコメントしてるんですよ。ここ見ててもらうのと、あと YouTube の動画、マーケットの状況、テクニカル分析と、あとは夜のライブ配信。まあ、そこに参加してね、話聞いてもらったらね、どういったね、考えで僕が投資してるのかっていうのは、皆さんに素直にお伝えしてるので、包み隠さず。よかったらそれね、見ておってもらいたいと思います。あとメンバーシップ。今ね、もう、デートでしかなかなか稼ぎきらんです。あとそれが空売り。はい。なかなか難しいです、もう。皆さんもその難しさってのは分かると思うんですよ。で、デイトレしてる人は結構ね、ボラタイルな動きするんで、まあやりやすいんですけど、今のマーケットは、見て分かると思うんですよ。ロングの取引手法であったりとか、それだけだったら、足りないんですよ。やっぱし、いろんな手札を持っておかなければいけないので、で、僕のライブ配信ではそういったね、時に役立つテクニカル分析の勉強会もしてるので、よかったらね、今ね、手段が欲しいっていう方がいたら、そこもね、前向きに検討してみてください。もう丸裸で投資しとっても、もう難しいですからね。もう学んでいかなければ、学んで実践して経験値として積み上げていかなければ、もういけないような相場になってしまいましたから、みんなで頑張ってやっていきましょう。僕も全力でフォローしますので、頼ってください。よろしくお願いします。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さん、今日も一日、お疲れ様でした。